不信である。それゆえその利権にすがる役場者の数は我が国で最も多い。だが最近まで強大な組織暴力が発生したことは一度もなかった。それは多分明治以来の伝統的ヤクザたちが互いに勢力のバランスを保っていることが原因と思われるが、一面大阪という都会が制服の野望を抱くにはあまりにも巨大であるためと言えないことはない。しかしこの禁断の聖地に挑んだただ一つの例外があった。それは泥沼から湧き出たような名もない戦後発表グループであり、その名を大阪総流連合会といった。
しも自分色に光る言葉にすれば消えてゆく未来感じる方向が心の道しるべ10月31日は本当のハロウィンの日は、うちの死んだ親父の誕生日でして、
そんな日に生まれるから俺みたいな息子が生まれるんだと。なんかね、10月なんかいろいろあります。くたびれて今酒やめてまして、だから今日は
ちょっと結構しんどいですね。確かに。ケイスケはまだ今日も。まあでもね、俺もケイスケの声にやられて、一発目初めてやろう言った時にもうこの声に俺はついていきたいなと思って、どこまでもついていきますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤバいよろしく。ジャスコアドルタスコじゃん。次いつやられる。いや、そこ無事、次が11月18日やな、18がサブだよな。10月18日が、俺とタカちゃん、フルメンバーちゃうんですけど、俺とタカちゃんと、団長と、それと、ヘルプでミカさんと、もらって、シャブライゴールデンアワーっていう強烈なイベントがちょっとあるんですけど強烈やな、ほんまに強烈なイベントなんで、なんかね、廃墟で、サプライの、旧チュードボールっていうところで、この間掃除行ってきまして、もうお化け屋敷みたいなとこなんですけど、そこを掃除してステージ作って、で、闇市ができるように段取りして、ゴールデン闇市っていうのをやって、いろんななんかアーティストばっかり集まって、音楽だけじゃなくて書道家やら画家やらなんやいっぱい来るんでね、もうめっちゃ、内容充実してるんで、ま、もしよかったら足伸ばしてください。その時それで俺と、カホンデジローは、茨城の時代屋っていうところで、先ほどやった千葉ゆきやとミノリーズで、やってます。なんでもないとっていうところで、なんかいろんなノンジャンルのイベントになるらしいです。そっちの方にもバッキリ被ってんねんな。被ってね、まあ、じゃあもうな、その時代がちょっと苦情入れとくわ。で、ゆきさんがちょっと入ってくれて、サプライズみんなでやりたいな。そういう勝手なわがままなっていうね、感じで思ってます。で、それで19日が、西成難波屋、釜ヶ崎にあるね、難波屋というお店で、ボジョン祭りっていうのをさせてもらいます。俺ちょっと危ねんな今のとこ。まあ、うん、まあそんなもんか。12月12日の、大阪音劇作戦っていう、僕らが初めてベースにヒロポンズとして初めての、企画イベントを、その西成の難波屋さんでやらせてもらうんで、よかったら、ノーチャージです。投げ銭ライブになってます。飲み代もめちゃくちゃ安いんで、よかったら足伸ばしてください。よろしくじゃん。よろしくすごいじゃん。Imagine how you might
すがまま音のままに感じたままにそのままにわがままに出会いまして、その人が、さっき言ったあの僕のすごい影響を受けた伊藤浩さんとすごい友達でいろんな話聞かせてもらって、でその人が、僕にこう言ってくれました、僕たちにこう言ってくれました、なんか人生っていうものをなんか人生っていうものをちゃんと聞かせて、ちょっと待って、恥ずかしい、聞きたい人生っていうのをなんかちゃんと音に還元して、やってる仲間がいるっていうのを再認識できた、いい声だった、ありがとうって言ってくれて、すごく感動しました。なんか、あの人にそう言ってもらえたことを、これからも裏切らないように音楽続けていこうと思います。ペイズリー&ザ・ヒロポンプでした。最後の曲です、クロージングタイム。
久しぶりだろ。バドワイザー送れ、久しぶりだろ。あんまりだぜ、ペイスリーアンドフィルポンですが、今日は足元悪いですが、最後までありがとうございました。よろしく。
が真っ白です。いただきます。